で皆さん戻ってくるまでのちょっとこの時間にベラベラつなぎで喋りたいんですけど、私はあの緑の党東海の共同代表をやってるんですが、それまで、まあ、あの原発の事故の前は普通の、まあ、おばさんで大量生産大量消費というか、まあ、そういうことをずっとやってたわけですけれども、あの原発なくさなきゃいけないということで、世の中変わらなきゃいけないなと思って緑の党に入ったんですが、もう若い方からもう学ぶことばっかなんですよね。例えばこういう場所でも、あの美容は、とても体にいい、ね、オーガニックな食品を食べ物を出してくれるって言いますが、まあ、全然ジャンクフードをまあ食べてたわけだし、インスタント食品をね出始めたのが、まあ私の子供の頃だったし、まあ、冷凍食品とかもあのバリバリ使っちゃってましたけども、この早く効率化成長なんですかね、自由化みたいなのが、それが何でもかんでもいいっていうふうに、拡大再生する拡大する成長する高度成長っていうのがいいっていうふうにそのずっと思われていて、今も多分ほとんどの人がそう思ってるわけですね。で今日本景気悪いとデフレだと、でアベノミクスだと、でまたもう一度この成長したいなさせたいっていう、まあもう子供たちのほとんど運動場的な感じになっておりますけども、こういうのがまたこの拡大する生産があの経済成長させたいって今の、アベノミクスをやってる人たちは思ってるわけですが、これがそうじゃないんだよっていうことに私あの皆さんから教えられるようにして気がついたわけです。そうすると 目からコンタクトレンズが落ちるように動くのはボロッボロって、今までだったら成長しなきゃいけない、そしたらもっと効率よく、そして日本ではもっとそのものづくり成長競争力つけなきゃいけない、そしたらますます大変なわけじゃないですか。で、お金を借りて利子を返して、そのためにはさらに成長しなきゃいけない、海外に物を売っていかなきゃいけない。でも、まあ、その当時はあの経済成長の頃は円高になっちゃいましたから、海外に物を持っていったら儲かれば儲かるほど円高になって儲けは薄くなる。そしたら今度は海外に工場を移転すると、日本は空洞化する。どうしたらいいの、さっきまであの一生懸命競争力って言って海外に売ろうとしてで、ね、すればするほどダメじゃんみたいな。でそこでいやもう経済成長やめようっていうことになったですね、本当に全てが丸く収まるじゃないですか。こう自由化海外に物を売ろうっていうんじゃなくって、地元で日本で地元でこの町の中で地産地消でエネルギーもそしてその野菜も地元のお百姓さんがこう分かる顔の見える範囲でオーガニックです、それが一番強いんだなって。で結局まあアベノミクスやら安倍さんたちいろんな形で、まあ、税金かけようとしたりとかするわけですけれども、この地元の中で、まあ、地域通貨じゃなくてもですね、まあ、助け合いというか融通の試合みたいなことをやっていくのが一番潰しにくいし、極端な話消費税取られませんもんね。そうです、うん、これザマーミロですよね、まあ、ザマーミロな経済が一番いいよね。その朝の今日の話でもそうですけど、はい、それこそ朝燃料だったらそこにガソリン税もかけられることもなければ、その出てくるものに対してもその資源を生かせていくっていうことになりますよね。そうなりますね。という感じするっていいですか、後半ディスカッションに入ってしまってなんていう感じで、そろそろなんか席に戻ってきた感じなので、はい、ディスカッションしたり、まあ、会場からあの俺こう思うんだべっていう話とか、はい、じゃ あマイクを1個こうずらしましょう、はい、でこれはオープンマイクにしていきましょうか、はい、ね、いかがですか、そういうあの、まあ、今まであの中山さんの話聞き、松原さんの話聞き、
あのもっと俺喋りたいよっていうね、岐阜からいらっしゃった方とかいかがですか？はい。いや全然ね。まあ、なるべくそうですね、コンパクトにいろんな方が話してます。そうですね、はい。まずちょっと具体的な問題として、その市議、長野市の市議の話でちょっと小麦に挟んだのは、その何かこちらから意見書出しても、長野の市議の場合は全員一致じゃないと通らないっていう、なんかしかも法的には拘束力がないのにもかかわらず、そういうなんか今までの流れで全員一致じゃないとできないみたいな、まあ、それこそなんていうの、空気を読んでやっちゃってるっていう行為が行われてるらしく、それやってるとどんだけ意見出しても通らないんですね。誰か一人でも反対したら通らないっていう、もうね、可能性としては相当低くなるわけです。でもちろんその意見書出すって大事なんですけど、僕が見る限り最初にそこをもっと開かないと、いくら意見書出しても全員一致じゃないから跳ね返しますっていう、もう繰り返されると思うんですよ。でその、はい、前回一致じゃないとっていうところはもうまさに一番こう引っかかってあの戦っているところだと思いますけど。いや、ですね、私たちは、まあ、今度あのいつもあの意見書を出したり陳情したりする人って割とこう決まってるんですよね、市民の中でも。で今回は大勢が束になって出すということがまず一つ特徴。もう一つはあの過半数でいいって言われながらも自分たちで勝手に慣例作っちゃった。前回一度ここをちょっと文句言います。そのためにどうするかっていうと、議員一人一人が何ということを言った、それからどんな対応をしたという記録を残して、それを公表するっていう公開、まずその線で迫ってみることと、住民側としてはとにかく一人一人がまず声を上げる。出さなかったら何も起こらないから、今回は出すことに焦点を当てます。その前回一致のルール自体を変えるっていうのは難しいですか？あ、それもやっぱり声を上げていかないと変わらないと思うから、どうしてそうなったんだっていうことをやっぱり詰めていこうと思うし、名古屋市民議会の中の、まあ、いろんなメンバーね、そのあのいろんなあのいろいろルールしてる人とか、そういう人たちを連れてって、どうしてこうなんだっていうことを議会に言うのも私たち あの力だと思うので、それを一人だと潰されかねない、潰されるから束になっていこうと思ってます。あのその全会一致じゃなきゃダメだっていうのは条例とか別にないんですよ。慣例ですから、変えるのは簡単ですよ。これは今声が出れば数字を変える。そう思ってます。例えばその声の数っていうのは、例えば請願書にしろ、どのぐらい集まるのか効力を持つんですよ。で私が今あのやろうとしているのは、6月の19日ぐらいまでに出せばいいもんだから、署名をねつけようと思ってるんですよね。何人じゃなくて多ければ多いもの、うん、それとやっぱりあの、まあ、根回しっていうんじゃないですけれども、やってくれそうな議員を、紹介議員をこう見つけるということですね。できれば自分の地元のところから、うん、あのそういうのを各16個ありますから、こうやって紹介議員がちょっとでもね出れば、ちょっとはなんか動くんじゃないかなっていうことと、もうここまで来て名古屋市議会がね何も動かないであれば、ちょっと非宿物ですよね、うん、ただその全会一致じゃなぜいけないんだ、全会一致でまずかったっていうことをちゃんとあのこう我々が納得しないといけないですよね。そのまあ、前回一致で別に今まで困ったことないじゃないって思ってる方は多いと思うんですよ。で前回一致のせいでこんないい提案をしたんだけど通らなかったでしょっていうものを積み上げていかないといけないですよね。はい、はい、あのですね、私もその前回一致というのはすごく問題だと思っていたんです。であの今回のその請願を一緒にしましょうっていう勉強会の中で、あの、まあ、そういう提案というか声を上げたら、岩倉でその沖縄の問題を意見書通した。岩倉はさっき言ったみたいに過半数ギリギリ1票多かったから通ったんですけれども、その、まあ、未来さんとおっしゃいますが、あ、言いました、あのいや名古屋は危ないと、
全開一にしといた方がいいってじゃないと右寄り私たちにとってはいいと思っているのも向こう側という言い方は変ですけど考え方の違う方たちもたくさんいるわけでそちらの、まあ、私たちから見たら危ない提案もジャカジャカ通ってしまうようになるとだからちゃんと民度が高くなってからでないと危険だと言われてあなるほどと思いましたいやそれそうですかねだって全会一致なんて気持ち悪いじゃないですか全員が一致するってなんて気持ち悪いこと誰も違う意見がないんですよそんなことおかしいですそうだけどそれは参考にそれは確かにそうだけどまあ物垣さんもが、まあ、物垣さんが前言ってたアイデアですけどその民主主義ねやっぱり大人も勉強していかなきゃいけないけど、次の選挙から18歳選挙投票権があると今度は、まあ、子ども特に、高校生今16歳の高校生が次の選挙では、選挙人になるこの辺やっぱりアプローチしていきたいですねでまあ今ちょっと小さいお子さんの持ったお母さんたちがそろそろお帰りになっちゃったんですけど、まあ、子どもたちにこう自由な発言というか個性を伸ばしていってくれるようなそういう教育をやっぱり続けてほしいなと思うんですけど学校教育ってちょっと話変わっていいですか学校教育ってその協調性をっていうじゃないですかで先生の言う協調性というのはルールを守ることなんですよねで私は本当の協調性というのはみんな個性があって違う意見があってあるんだけど人の違う意見を認めそれでもなおかつ折り合いをつけるそれが協調性だと思うんですよだから違う意見があるけどもそれでもやっていけるようにつまり話し合ったり交渉したりでそして、自分の支持者というか賛同者を広げてそして折り合いをつけていくこれがつまり民主主義のルールですよね民主主義のルールをスキルっていうか使えるようになるこれが協調性じゃないかなと思ってその大人が決めたルールを、まあ、空気を読んで我慢してで、守るっていうことじゃない自分のやりたいことははっきり主張するけども他の人の意見もちゃんと尊重してそれでもうまくやっていけるスキルを身につけることじゃないかなと思うんですよねその教育の現場でそのディスカッションをするとか意見を折り合わせるっていうことが本当に今していない状態で急に18歳から選挙権って言ってもちょっとピンとこない部分がありますよねまあ、この18歳からっていうのはもうすごい明らかな意図があって憲法改正なんですけれども本当にちゃんと教育してからねやらないと本当に危ないことになるんでもう私一生懸命もう会う子どもたちごとにねもう言ってる現場ではきっともう洗脳教育がされるわけだからもう危ないと思ってもうやってるんですけどまあ現場に行って私ちょっと変わり者でしたので結構子どもたちに何でも言いなさいとまず言えとで答えられなくても手を挙げなさいととりあえず手を挙げるってみんなの前でねそのこと日本人そこからやらないとダメなんですよで当てたらすいません先生忘れましたと言えってそれも発表したことになるともうそれぐらい下げたんですよで子供たちがやっぱりよく手を挙げるようになったしで分かってなさそうで手を挙げてるなってこっちも分かるもんだから挙げない、まあ、そこからやっていってで自分ので私に対しても文句があったら言いなさいって言ったらね正しいと思わないからだからガンガン言ってきますよねそういう雰囲気を作って考えさせることとで A と B と分けてディベートもやったんですよねやっぱり英語でやったこともあるしただやっぱり子供たち先生 A 行きたいけどやっぱ B でもなくて A でもなくて、まあ、中間もあっていいよと日本らしくねこのニュートラルもあっていいってことでニュートラルっていうのを一つ作ったんですよ私のクラスではねでそうやって自分でこう意見を言い合うでそういうのを訓練していかないと絶対この子たちはダメだからということで私それをやってで私なぜ早く辞めたかっていう理由の一つにですね
生徒指導でもスカートの丈とかそのなんたらかんたら、もうこれがもうすごくね、注意するのがものすごく嫌だったわけですよ。もう松原先生甘いとかって言っちゃって、でもそれよりも大事なその社会的なルールって教えなきゃいけないことがあると、他にいっぱいあるでしょうがと、社会生活を営む上でね、私そっちの方が重要度が高いと思ってて、服とかなんとかみんなが見てね、いいと思え真似するし、まあ、それが日本人だし、で私がまだブラジル行ったら子供たちはもう赤ちゃんの時からピアスですね。そういう子たちがこういっぱい日本に入ってきて、それを見て日本の子たちがこうやってピアスをする、でそれが迷惑をかけてるわけじゃないので、そうじゃなくて人にこうね、こういうことを言ったら人を傷つけるとかね、そういうことを勉強させるのであってね、集団教育っていうのは集団の中でね、ルールみたいなもの。スカートの丈が短いだってね、スカートの丈をね、先生が通り過ぎたらまためくるんですよ、こうやっていなくなった。嘘を二重人格を育てることと同じじゃないですかっていうことで、まあ、早期退職をバカバカしくてね、やめてしまった原因はそこにもあるんですけど、はい、ちょっと今の社会全体、まあ、愛知県だけに限らず日本全体のこの変わる、まあ、チェンジ、社会的な、まあ、システムがシフトするっていう世界においては、僕も常々感じてるんだけど、かなり歯がゆいものがありますよね。っていうのはある程度こう活動してる人はそれなりに分かって実践しアクションしていて、松原さんのように街頭でももうガンガン言っていろんな活動にみんなを巻き込もうとしてるんだけども、なかなかそこに参加してこない人たちっていうのが圧倒的大多数で、でこれっていうのは良くも悪くも日本人の国民性っていうものも非常に反映されていると思うんですね。で日本人の国民性っていうのは需要性があるからこそなんだけど、全て受け入れて受け入れて受け入れて最後の局面にならないとなかなかひっくり返さないと、こういうような国民性があって、それ良くも悪くもそのような国民性なんだけど、ただ僕自身が朝のことを今までやってきていて気づくことは、朝っていうのはある意味でタブーなんですよ。政治家の世界から言っても、うん、それ聞きたくない、言わないで、考えたくもない、ちょっと僕知らないみたいな、そういう世界なんですね。だけどこのタブーな朝っていうことを通して、今政治家の人たちや一般的な人たちや、まあ、行政の人たちは今までとはちょっと違う認識意識になりながら、中には突出した人は、まあ、僕に問い合わせをしてくるとか話をしたいとか、そういう状況っていうのは増えてきてるんですね。だからこの日本人の需要的かつなかなかこう変えない国民性っていうのも最終的な局面に今来ているんではないかなと思うんです。でもうせめぎ、ごめんなさい、はいはい、せめぎ合いながらもちょっとずつそういう目が出てきてる、出てきてるんですね。でなんか日本のヒーロー伝説を見ても、例えばウルトラマンしかり仮面ライダーしかり、最も分かりやすいのは水戸黄門の黄門なんて、最初超ピンチなんですよ。ウルトラマンなんか極端ですよ、3分しか地球にいれないのに2分ピンチなんですね。で最後の1分になるとハッと気づいて必殺技でやっつけてしまうと。これは物語がその方が面白いからそういうストーリーをつけてるんだけど、これって日本の国民性、うん、日本人の特性を反映していて、日本の国技といえる相撲の中で最も盛り上がるのがうっちゃりなんですね。でそう考えるとギリギリまで今来ていて、ただ前よりは朝のことを聞いてくれる人も増えてきている。環境的なことや原発の問題や前より少しずつ増えてきてるんですよ。それは 3.11 っていうきっかけがあったり、最近ではネパールの地震があったり、やっぱり当事者的な意識で自分自身の胸に手を当てて考えさせられるような出来事が起こってきてると思うんですね。だからある意味で時は来てると思うんです。そういう意味で私たちの、ね、これからのやり方によって本当に一般的な人たちが参加してくるかしてこないかっていうところ、そういうところに今来ているんですよ。でその中で僕今日松原さんのお話を聞いて、僕的に最も
ピンときた一つが変人になりましょうよ、うん、もう変人だ、ほとんど変態ですからみんな。だって平日にですよ、こんな題名とテーマですね、ここに来ているってことは本当にこの私たちの意識の中に変態性、変質性、変人性っていうのがあるのね、ここを出していく段階に来たのかなと思うんですね。で、それをどういうふうにやっていけばいいかっていうのはもう方法論を超えてですね、もうやるしかないの。まあ、変な人はいっぱいいると思うんですよ。それが出してもいいんだっていうところにいかに気づいてもらえるかっていうところが、だから出してもいいようにそれを作るのはもう変人の我々なんですよ。変人パイオニアたちがそこを出してもいいこの空気感を調整していかないといけない。どんどん作りながらどんどん横のつながりをつけていって、そして中央からは無理なんだ、うん、もうガチガチのガチガチなので、そういう意味で朝の取り組みや活動もね、今地方から始まり出してきているという、そういう地方におけるある意味での可能性っていうものがあるのね。だから 3.11 を超えて非常にやっぱりその可能性があることはあると。しかしながら今までの常識や取り決めや仕組みの中にまだ温存していて、なかなかそこから抜けて出ない、そういう、まあ、状態もあると。そういう今究極的なせめぎ合いの中で我々が、まあ、具体的かつ現実的に何をやっていくか、こういうことが示されているのではないかなというふうに思うんですね、はいはい、ありがとうございます。何か会場からちょっとこんな話題にこう舵を切ってはみたいなところはなければ、ちょっとありますか、はい、長押しかな。あ、すいません。さっき出てたその民度を上げていくっていうキーワードって結構僕は大切だなと思ってて、そのさっき前回一は残してもいいんじゃないかっていう風に言ってくれる人もいた。そのためには民度を上げていかなきゃいけない。まず民度を上げてからだよねっていう話もそうだし、先ほど言ってた松原さんが署名を集めて大多数でやっていくよって、今回はそういうふうにやっていこうとしますって。じゃあ今までのやつは少人数でやろうとしてたから、絶対そうじゃなくて大多数でやりたいと言ってたところは全く一緒で、じゃあ今回やるのは今までと具体的にどう違うのかっていうのも変えていかないと結局同じ結果しか出てこない。ただその時たまたまモチベーションが高い人たちがやりきった感、達成感が出てくるっていうところでループしてしまうと思うんですね。で、中山さん自身がその朝っていうものに対して、そのもうやっぱり全然話聞いてくれなかったんですよ。でも今は聞いてくれる人になってが出てきてるんです。もうまさにミードを上げてきてるんだと思うんですよ。だからその例えば政治だったら民度が上げていかなきゃいけないっていうのを同じことを僕は中山さんはやってると思って、そこら辺もなんか交えて話してもらうと面白いんじゃないかなと思います。ただ逆にその例えば朝のことを松原さんとかが今まで動いてたか動いてなかったか僕は知らないけども、でだけどそれって中山さんから見たら松原さんの言葉を変えると民度が低い、朝度が低い、ね、感じになってくると思うんですよね。だからそこら辺をちょっとなんか話をして、例えばその数を署名を集めるということにしても何かもっと理解を深めてもらうようなアプローチがあるんじゃないかとか、そういうことですか。なんか僕は個人的に勝手に僕の本当個人的なところで言うと、中山さんはその朝っていうものの民度を高めるためにタイミングが来たっていう言い方はしてはいますけど、中山さんはどういうところに気をつけて活動してきたのかとかっていうのは知りたいな。はいはい、僕はですね、もう、まあ、極端に言っちゃいますね、朝に帰依してるんです。帰依してる、
これはどういうことかっていうと、朝だけがあれば大丈夫だって言ってるわけではなくて、要するに今の社会の中でただの植物がですよ、人間が取り締まれるはずもないのにですよ、よく考えてみてくださいね。大麻を取り締まれるはずないじゃないですか、一つの植物なのに。ということは、勝手に私たちの社会における都合で取り締まっているゲームを集団で妄想的にしているだけなんですよね。で、朝のことをやっぱり調べていくと、世間が、世界が、今の行政が言ってることと全く違う記録だったり現状だったり、その省令にぶち当たるんですね。そうすると国の言ってることが違うなという状態になるじゃないですか。それで自分で調べて、体験として実践として、これは素晴らしいものだっていうふうに分かっていって、それでさらにですよ、さっき医療大麻の話しましたが、私たちの中には麻の成分を取り入れるシステムが搭載されているってことなんですね。で、僕はこのことを2000年を超えて医学的かつ科学的に知った時には、これ議論を超えてもう決着がついているんだなっていうことが分かったんですね。うん、決着がついてるっていうのは、いくら社会が、いくら世間が、いくら常識で麻を麻薬だと言ってもそれちゃうと、そうじゃなくて真理に基づいて自然界にあるこの麻っていうのは、自然に対して生命に対して恩恵を与えてきてくれた歴史的な植物なので、近代の歴史の基準に合わせるんではなくて、太古の昔からあったこの麻の素晴らしさっていうところに意識をフォーカスしていったら、誰に何と言われようが全然関係なくなっちゃったんですね。それを持って淡々とやっていただけなんです。例えば麻は素晴らしいものだって言って、相手に対して麻は麻薬だっていうふうに思ったら、あ、分かりましたと言って議論を進めずに、麻の素晴らしさをちょっと言霊で置いといただけなんですね。そうするとその人のタイミングでなんか違うところから情報を取ったり、環境破壊の現状を見た時に、あれちょっと待ってよ、これ地下資源だしっていう違う角度から麻の素晴らしさが理解されると、あれ確か3年前に中山さんがちらっと私に置き土産で置いといた情報なのかなと思って、そこから自らが調べるようになると芽吹いてくるんですね。だからそういうことを淡々とやってきただけなんです。だから相手を説得させるとか納得してもらうっていうのは事実上不可能で、相手には相手のスタンスやタイミングがある、こういうことを踏まえて自分にできることをさせてもらうっていう段階の中で、まあ、やってきたことなんですね。そうすると時という、まあ、要因が、そして社会現状という要因が、そして何か出来事が起こったことによる、まあ、反転的な意識から、なんか麻を理解する人がどん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 増えたと思うんですよ。だからもっと極端に言っちゃいますね、環境破壊がなされてなくて戦争なんかが起きないような社会だったら、当然麻は取り締まられないと思うんだけども、まあ、取り締まってる過程で環境破壊がなかったら、ここまで一般的な人が麻の認識をしなかったと思うんですよ、逆説的に。だからそういう意味で自らは淡々とやってきただけで、その時が来たらひっくり返るんですね。うん、ピンチはチャンスですから。そしてさらに麻なんていうのは一般的に言ったら麻薬じゃないですか。その麻薬と言われてる麻が実は原発よりも非常に素晴らしいもので、資源になるし薬にもなるし、そして作物にもなるっていうことをね、聞くと衝撃を受けるんですね、普通の人は。でその衝撃がなんか残っていて、それでその人のタイミングでその衝撃が理由になって、ある日突然ぐるっとひっくり返る。そうするとその世界から見ると見えなかったことが見えてきて、そうすると今まで麻のことを絶対ダメだって言ってた人が最も崇高な営業マンになってくれるんですね。そういうまるでオセロゲームのようなことを意図しなくても体験してきた今までの経緯から言って、やはり麻だけではなくてこの社会の仕組みっていうのは、要するにまず使ってる資源が何億年もかかってでないと使うことができないような地下資源でしょ。でこの地下資源に起因して
目に見える世界だけを盲信した経済システムができていて、そのベースにのっとって企業家も政治家もそこに入っちゃってれば、いくらいい志があってもなかなか素晴らしい働きはできにくい。議員バッジもらった瞬間に全然言ってることとやってることが違う状態になっちゃうっていうのも目の当たりにしてると思うんですね。だからこれには成長のプロセスを私たちが体験させてもらえるっていう人知を超えたなんか時というのかな、時期というものがあって、だからといって待ってるわけにはいかなくて、先人たちが松原さんも含めて散々今までやってきたおかげさまでね、この2013年を超えたこのタイミング、2015年というタイミングでまさに時は来たのかなというふうに思うので、今までの流れを踏まえてね、僕もさらに尽力させてもらいたいなっていう決意を表明しているし、もっと分かりやすい形で反転が起こって現実が起こると思うんですね。そういうことを日々感じながらさせてもらってるんだけど、最初は僕なんか講演会お断りっていうのも結構ありました。公共施設で、え、中山さん大麻そんなこと言ってもらっては困る、段取りが全部できて集客もできたにもかかわらず1週間前にキャンセルとか、うん、そういうこともたくさんあったんだけど、しかし今そんなことはないんですね。むしろ公共施設でやってほしいとかね。だからこういう経緯を体験していくと、やっぱ時が来たんだなっていうふうに思うし、それはどの分野でもそうなので、だから一人一人が変化そのものになる時代、うん、そういうふうに来ているのかな。もう革命家ですからここにいる人たちはね。だから一人一人の革命家が手をつないで大きな革命に結ぶムーブメントになっていくんではないかな、まさにそういう時期に来ていると思うので、まあガチでいきたいなと思いますね、はい、もう結論みたいにまとめてしまっていないでしたが伺った中で説得は無理っていうのはまさに僕もそうだと思っていて、どうしても何かこう社会的にこういうことが気になるとか問題意識がある人ってちょっとねストイックになりがちなところがあって、はいはいはい、ちょっと意見が違うとそこでやり合い出して浪費しちゃうんですよ、エネルギーを。そうじゃなくて、まあまた全く違う反対意見の人ともどうしてもやり合いたくなる方が多いように思って、でね、はい、僕自身が最近受け入れてるなんか捉え方っていうのかな、あり方の一つでね、こう思うんですね。自分の意見と真反対の意見を言ってくれる人が実は重要なんです、うん、全く真反対の人は話も聞いてくれません、意見も言ってくれません。そういう状態が実は真反対にいるんで、ということは自分の意見に対して真反対な意見を言ってくれるということは、真反対な何にも反応しないところから見るとちょうど重要なんですよね。だから真反対の視点の意見を聞けるようになったら、なんか次のステップに行くんじゃないかなっていうのを何年か前に なんとなく感覚的に受け取った時に、それまでは反対の人の意見なんてもう聞きたくもないっていう自分がいたんだけど、むしろ反対の人の意見を聞いたところからなんか見えないものが見えてくるんじゃないかな。だから反対の意見を言う人っていうのは自分にとってありがたい存在なんですよ。ということはですよ、この日本の中で無関心っていうレベルが最も問題であって、うん、反対の意見を言ってくれる人はまだまだ糸口があるんですよね、うん、議論のテーブルについてるんで。だから全く無反応になってるもうそういう層がいっぱいいるので、これに対してどう参加してくれるようにっていうことはある意味で衝撃が必要なんですよ。衝撃だからといって天変地異なんて起こっちゃったらね、なかなか我々人類に対しての死活問題になりかねないので、ね、だからちょっとした衝撃的なことをある意味で言えるようなそういう状態の一つのプランっていうのも、先ほど松原さん言ったように言葉は大事ですよねって言ってたんで、僕もすごい言葉大事だと思うんでね、そういう形でなんか反対の人はいいとか言うんじゃなくて、むしろ反対の人を受け入れるようなそういうスタンスをみんながなんか作っていけたらなというふうに思いますのでね。ということはこういう議論の場をですね、うん、集客関係なく人数が来るか来ないかどうでもよくて、もうどん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 作っていく。で、来た人が今日来た人が
誰か連れてくるんですよ。父ちゃん母ちゃんでもいいし、で途中で帰ってもらってもいいんですよね。そういうところにまずこう肉体を心を置いてもらえるように、皆さん一人一人がなんか営業マンじゃないけど、この世界を作るためのそういう、ね、きっかけになってもらうっていうのかな、そういう形だと思うんですよね。でまさに朝の取り組みはそうだったんです。今日本の中で朝の取り組みをしてる人はほとんど研究家ではないです。活動家ではなくて、最近よくわからないんだけど朝のことを知って食べたら美味しかったよねとか、なんか来たら気持ちよかったよねとか、そういう観点の人たちがなんか朝産業を支えているっていう現状があって、僕らみたいなある意味で長年やった活動家とかね、研究家はむしろ朝を知り尽くしているので、なかなか対話ができにくいんですよ、対等の。そういう意味でなんか朝のことよくわからないけどなんかこれ良さそうだしなんか美味しいしっていう観点で入ってきた人たちがすごいサポートをしてくれてるので、だからいろんな入り口切り口ってあるんだけど、とにかくこの場に、うん、いてもらうっていうことは反対の意見があっても大事なことだと思うので、そういう形でね呼び込めたらなと思います。それにはなんか呼び水じゃないけど餌じゃないけど、ある意味で面白いこととか衝撃なこととか、あなたが知らない世界を提示するとなんかそういうきっかけで来る人もいるから面白くなりそうですよね、はい。まあ、この茶会もちょいちょいとそういう資源的なこう呼び物を入れていけるといいのかなと思いましたが、何かあの会場でこんな話題っていうことはございませんか。ちょっとね、あの残り時間をおっといいですか。はい、はい、松原さんにお伺いしたいんですけど、中山さんの今日のお話を聞いて、なんか松原さんの中でなんか思われたこととか、一緒になんかできそうだなっていうアイデアというか、まあ、なんかこう思ったことをお伺いしたいなと思います、はい。もうね、中山さんのお話をずっとね、あの聞いている時からもう本当にもうね、どうしてこんなにつながっちゃったんだろうみたいなね、まあ、何もやってきてないんですけど、このタイミングでこれ素晴らしい出会いだなって、あ、行き着くところやっぱり一人一人だったりで、今ね本当にこれ変わらなきゃいけない、いろんな面で、あの化学物質だとかそういうものではもう本当に立ち行かなくなってきているので、やっぱり人間とは何だとかね、地球って何だろうとかね、幸せって何みたいなね、そういうところにあの原点に戻って私たちが考えるもう時期に来てて、で片方でいろいろな経済活動とか動いてるんだけども、片方でこういう地道なね本当に再発見で、あのもう一回循環型の社会を作るとかね、あ、これは一人一人が目覚めてやる時じゃんと、まあ、そんなことをね思いながらずっと聞いてたんですよね。でもうたまにたまたまその、亀田芳乃さんにお会いして、で朝のこの、 あの本を勧められて、で私はもう自分のネットで顔を当てて、もう一昨日だから届いて、でそれ読んでまたあの正福さんに回してっていうことで、地元でそういうことをやったり、でこの間はあのちょうど農林水産省のね役人が目の前でご飯食べるときも、 TPP の話とそれからラウンドアップの話、モンサントなんてもいっぱいやったんですけど、私がねもう本当知らないのか知らないふりしてるのかわからないけど、そうやってもう口コミでガン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 伝える、でそうやってもうそれ私たちのもうやらなきゃいけない仕事だなっていうことを感じながら聞かせていただいたんですよ。ありがとうございます。ちょっといいですかね、はい、はい、僕自身がね朝の活動をやっていて、今日話した現実的な伝統の掘り起こしとか産業の可能性っていう話ももちろん大切なキーワードなのでお話しさせてもらってるんですが、それを実践していく、反映していく、社会を作っていく上で最も私たち人間、人として大切なことは心の在り方と意識の方向性だと思うんですよ。で、その心の在り方と意識の方向性が現代人は忘れてるわけじゃないけども、便利快適、お金、目に見える世界だけが上書きされてるので、そういう深いところにアクセスできない、コンタクトできない、そのコンタクトできないっていうベースで何を考えても人の迷惑になるようなことしか、そういう政策しか考えれないんですよね。でそういうところで僕自身もまあ
奔走して日本中でお話しさせてもらってるのは朝の情報や宇宙の情報だけではなくて、やっぱり心の在り方とつながる自然の世界、これが実は宇宙以上に最も魅力的かつどういう世界にあなたは生きてるんですかっていう、まあ、本来のエデュケーションですね、本来の人として生まれた教育を伝えさせてもらっていてね、その中でちょっとだけお話しすると、僕自身植物学者じゃないんですが、割と植物のこと結構詳しくてですね、例えばあの新緑の時期に、まあ、咲いてくる猫目草っていうね、黄色い可愛いお花があるんです。その猫目草っていうお花は猫の目にそっくりなんだけど、その猫目草の蜜は花のすぐ奥にあるんですよ。これ何を意味してるかっていうと、アブとか小さい蜂が吸えるような位置に蜜が置かれてるってことなんですね。これ蝶々は吸えません。対比してね、ミヤマスミレっていうまたちっちゃい可憐なお花なんですけども、このお花は紫色のお花で奥行きがあって蜜が一番奥に置かれてるんですよ。これはアブとか蝶では吸えません。ストローのようなものを持っている蝶がストローを伸ばすとちょうどその長さになってて、その奥に蜜が置かれてるんですね。これはなんでこういうことになってるか、これ科学では証明できません。だって生まれた先にそんなお花があって、そんな形状をしていて、そんな特性を持ってるってことは、生まれる前にプログラミングして生まれた先の地球にそういう生態系があるって分かってでないと生まれられないんですよ。これ科学では証明できません。宗教でも分からないと思います。しかし感覚で理解できます。答えを言います。命は一つだからです。一つの大いなる命から一人一人一つ一つに命が分かれて多様性を体験して、またその体験と経験を持って一つの命に戻ってくるんですね。だから命は一つであるっていう、この自然界の理にかなった世界を政治に暮らしに反映していかないと本末転倒なんですね。そして虫たちは複眼になっているので、実は紫外線を見れます。ということは多分蜜が黄金色に光って見えてると思うんです。私たちの視覚はお金とかゴールドが黄金色に光ってるっていうふうに見えてますが、虫たちはお金を見ても錆びたものとしか見えなく、紫外線が見えて、その紫外線がちょうど映って蜜が光り輝いて見えると思うんですね。だからこういうことから見ると、やっぱりトータル意識ってものすごく大事で、このトータル意識を教育の中に織り込んでいかないと、点数稼ぎの教育ではなくて、どれだけあなたが生まれた自然や地球が奇跡的な星ですかっていうことを教育するような学校教育に結んでいけたらなと思うんです。だから宇宙にぶっ飛んでいかなくても、自然界は奇跡なので、そんな世界に生きているってことを僕も淡々とお伝えしているというね、そういう状態なのでね、ぜひこういうことも皆さんでディスカッションしながら、その上で祭りごとを収める政治をねしていけたらなと。太陽と月のことを考えなかったら政治なんてできないし、他の生命体のことを考えてあげなかったら、人間の都合で見ている見て視点と視点の政策をもう終わってますからね。だから今日松原さんがこの T シャツ一人一人一つ一つっていう、こういうメッセージをねしてくれたんではないかなと思うので、もうつながってます ね、本当にもういいお話だ。いや、ありがとうございます。で、あの残り時間がそろそろもうというところなんですが、ちょこっとだけあの映画のこと、はい、あ、例の映画、例の映画のことを、何かなっていう方のために、あの、はい、美しき緑の星っていうフランスの映画ですよね、はい、これがまあ、あ、そうですね、はい、ちょっとそのお金というものの価値が変わってしまったというか、そういうのをちょっと面白い、結構もうコメディコメディタッチですね、作品じゃないですか。これ実は美しき緑の星っていう映画、約1時間30分の映画を今日も見る予定でいたんですが、実は去年ぐらいから僕自身がある人に見せたら、みんなで見たいっていう形がきっかけとなって、かなり今知る人ぞ知る世界でブレイクしてまして、でアップロードされる、ダウンロード削除される、またアップロードダウンロード削除される、これを最近繰り返していて、
でタイミングよくダウンロードされた方もねこの中にいると思うし見た方もいると思うんですよ。でなんとこれ20年前の映画で結構これからの地球の未来を予言したわけじゃないけど予見したような描写になっていて、まあ、あの簡単にかいつまんで、はい、3行ぐらいで説明しますと、はい、あの文明の進んだといってもそのビルとかが建ってるんじゃなくてもうそういうことを超越してもう自然の中であのもうテレパシーなんかを通じて暮らしている星の人があの地球を良くするために派遣をあの一人その星の人を派遣しようっていうんであのもう200年ぶりぐらいにですねその進んだ星から、地球に来たらなんてひどい星だとそういうところがこう面白おかしく描かれてでその星から派遣されてきた人と話をしたりこう切断といってふってこういう仕草をされるとあのもうその人に接した地球人の意識が変わっちゃってなんだこんな靴なんかみたいに脱ぎ出したりとかあのいろいろ、まあ、滑稽にも見えるような感じでその文明から離れていくというような姿が描かれていてまあでもあの本当コメディータッチであの気軽に見られるんだけどちょっとこの文明について考えさせられるというようなこんぐらいのまとめでいいですか。そうですね、でそんな映画が今巷でねまあ結構ブレイクしていてこの映画を見ると映画の中で翻訳されているのは切断なんですよ。だからそのある星から来た、うん、宇宙人に会うだけでプチ切断でこんなことやられちゃうと思いっきり切断されちゃってどんどん切断されることでもともと持っていた自然とのつながり宇宙とのつながりを思い出しちゃってっていうそういう内容になってるんですね。で20年前の映画とは思えないような今のタイミングにバッチリ合ってるんだけど実は EU では事実上白金状態になっている映画でだからちゃんと資金も投入されてプロデューサーもスポンサーもいてできた映画なのに1回も映画上映されてないと言わくつきなんですよ。じゃあそのちゃんと上映会しようと思ってもその DVD 化とかをされてるわけでもなければいや DVD 化もされてなくてパッケージは作られたんだけど、はい、ただ EU では売ってますね、うん、したがって EU では売ってるんだけど DVD Amazon で売ってるんだけど字幕がついてないんですね、うん、まあ、英語の字幕か字幕なしのフランス語なんですよ。だから日本語で字幕がついた DVD は売ってなくて、まあ、日本でもちょっと前に販売してたんだけどそれも日本語の字幕がついてない状態で販売していて今は完売状態になってたので今これを見るためにはダウンロードしたから視聴したから譲ってもらうそういう形でないと見れないんですね。で実は版権持ってる会社があってフランスでだから版権持ってる会社があるってことはまあ上映会は NG なんですね。まあそうですよね、お金を取ってアップロードももちろん NG ですよ、ね、上映をしてしまうと、はい、でアップロードも違法なんですよ。しかしダウンロードは違法ではなくてこのダウンロードしたものを上映会と称してお金を取らずに身内だけで見るような状態だと、まあ、大丈夫だと思うのでね、うん、そういう形で見ていただいて、まあ、切断に、はい、うん、貢献されるような映画なの で、まあ、でちょっと盛り上がってくればちょっとちゃんと版権元と交渉して上映会とかそういうこともそうですね、今ちょっとしてます、 ですよ、ね、はい、今水面下でしてます、だけどあの映画の内容が貨幣経済ではない宇宙だったり本当に素晴らしい、まあ、美しい星の考え方になっているので、はい、既存の世界のように例えばどっかの配給映画会社が版権を持って今までと同じようなシステムで上映するっていうのもちょっといかがなもんかなっていうふうにも考えているので、うん、まあ、版権持ってる会社がある以上そこの、まあ、意向に沿うようにできるだけ今交渉を進めながら、まあ、日本ではフラットに上映できるようになったらいいなということで今進めてます、はい、またぜひあの身内なんかでちょっとまずは、こちらでも上映できるようになったらいいなと思いますね。一応ここだけの話、僕ダウンロードしたり欲しかったり、はい、日本の字幕付きで、はい、字幕付きのダウンロードしました。じゃあそろそろまとめというか締めの時間に入っていきましたか。はい、あのこの会を呼びかけている石原君、石原君です。まあ僕はこういうやっぱ場所
ていうんですかね、あの人が集ってあるでもないこうでもないっていう場所がすごく大事だなと思ってて、あえて答えを決める必要はないと思うんですけど、まあ、こういうとにかくね、各々の知恵だったり情報を話し合う場がやっぱないなと思うし、とにかく、まあ、子供も大人も教育されてないですよね、やっぱ本当の意味で。でこういう特に大人なんて仕事始めてたらもうそれ以外の知識を入れる必要がないというか、どうでもいい程度の情報しか入ってこなかったというのがすごく多いので、まあ、大人が楽しみながら学べる場所っていう意味でもすごくなんか僕自身が求めてるなと思ってて、で全然関係のないところの知識だったり知恵っていうのはなかなか聞く機会がないんですけど、でか、ねまあ、ここはあのメイさんあのちょっとそういう会に賛同していただいて、そのまあそれこそお金の面じゃなくて内容、要は量より質っていう部分を追求できる場なので、まあ、よりそういった場をその作っていくっていうか、まあ発行させていくみたいな感じで僕は考えています。でちょっとまた話変わるんですけど、そのさっき発行のことちょっといろいろあの参院事故いろいろ勉強してまして、で発行って面白いのはその大体やっぱり6割くらいは日和見金といって安定を求める金なんですね。で3割2割の善玉金と1割の悪玉金とあと7割の日和見金っていう、あのほとんどの7割の金は安定を求めるんですね。でそれって多分人間も一緒で、やっぱどっちかに行くのってやっぱ怖いんで、安定する方を望んでる。だからなかなか人が動かないのかなって僕は思うんですけど、でもやっぱそのじゃあディスクが動かしてるのってその2割の人なんですよね、全体を。でその2割の人っていうのが要は僕らにとっては悪玉菌今でいう、だけど実はその2割の人が1割になって、うちの1割の人が2割になったらそれって一気にひっくり返るんですよ全体が。ってことは僕ら1割の人、例えば1割だったとしたら、あとこの倍を集めればもうそれが2割になる、まあ、単純に考えると。そうすると6割で7割の人間は、あこういう人たちもいるんだな、主流だと思ってた人主流じゃない。多分僕が思うのはその今世の中を動かして悪い方に持ってっちゃってる人たちの、まあ、その本当に大元で考えてる人たち多分このぐらいの人数しかねえんだと思うんですよ。そんなに多くない。でその人たちの影響力で広がってってる、で利権だったり利益を得てる人たちがそれをコントロールしてる。だけど逆に僕らがそのいい世界を作っていってしまえば、その6割7割の人間が一気にこちら側になんか来るんじゃないかなって僕は思ってる。それはだから菌が消滅するし、細胞レベルで人間も持ってる、そういうなんかある宇宙の法則みたいなものが人間も同じような法則の中で生きてると思う。でそれはまあちょっと話長くなりますけど、アリンコもね10匹いたら絶対2匹ぐらいはサボってる。で2匹を全部集めてサボってるのを全部集めて10匹にしてもやっぱり2匹はサボるけど、サボってた はずの8匹はちゃんと働くんですよね。でそれって多分数字の法則というか、あの地球の中でそういうバランスを取るから数の法則だと思うんで、まあ僕はだからそういう世界をひっくり返すつもりでやってますけどただあの実はすごく簡単だなって僕は楽観的に思ってて、要は一番近くにいる人、真逆、先ほど言われた真逆の考え方の人とかにそういうこと言って、この人がこっち向いたらもうそこで多分世界は変わっていくだろうなと思います。なんでまあこういう
僕はこう思う、でまたみんな違う意見を持ってるっていうのを とにかく言える場所が増えていくといいな。そうですね、だから我々が超ハッピーで超最高のチューンでやりましょ う、そうです、ね、だってね、1回しかない人生で、そしてこの地球が、この社会が要するに人を幸福にしないシステムを導入してるってことは明らかで、その社会をひっくり返すことに加担っていうか関わらせてもらってるってことは最高ですよ、人生として。うん、のんべんね、のんべんたらりんと過ごすんじゃなくて、一人一人が革命人になってね、一回の人生をこれ全てひっくり返るっていうことに基づいて命を使わせてもらえたらさ、最高じゃないですか。そしてそういう土地感っていうか土地の働きがここにあって、それは戦国時代にやったよね、織田信長という人が、全ての終わりは全ての始まりに過ぎないとね、終わりの始まりなんですよ。だから美濃と終わりの世界を美濃終わりとして終わらせましょう。そうすると本当に始まるんで、そこのラインがここの美濃終わりの仕組みに決められてるのかなと、このように思いますから、ね、うまい、ね、美濃終わりですからね、終わりの始まりということですね。はい、ここはやっぱこの辺は本当発酵文化だなと僕はすごい思ってて、名古屋海外、味噌もしっかりですけど、みりんとか醤油とか文化もなんか見てるとすごくゆっくり発酵してるんですよ。なんか他に比べると遅いんですけど、ゆっくりとなんか他のものが混ざり合っていってて、また違うものになっていってる感じがすごいしてて、それってすごいなんか味噌の発酵に似てるっていうか、すぐには変わらないけど全然違うものがどんどん発酵していってる。それなんかおそらく土壌、あの環境とかがそういう土壌なのかなと思って、あの高温多湿で発酵しやすい気候だなと思います。はい、さて、あ、もうそろそろいい時間になってまいりましたので、まだこの後もあの注文なんかしていただいたり、あのお話しいただいた方、周りの方とお話しいただく、時間は少しありますので、じゃあステージ上はどうですか、締めていいんですかね。はい、はい、もう私たちは存分にお話しできましたので、また食べ足りない人、飲み足りない人、もう少し余韻を、また感想伝え足りない方は直接行っていただいてもいいと思います。はい、はい、ということで、とりあえずはステージはここまでということに、はい、今日のゆいまわる茶会平和な祭りごと、今回第2回ですが、ステージ上はここまでで締めさせていただきたいと思います。本日は、中山さん、松原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。司会は私、はい、尾形でした。ありがとうございます。